はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていくんですが、 S プラスまでねもう少し、ほんとねあともう少しなんですけど、なかなかねこの4800台から抜け出すことができないんですよね。多分この辺が僕の限界だと思いますいやそれでもね S プラスまで頑張っていきますよ。それじゃあまずこのステージね、このステージ一番最初に行った人の勝ちっぽいな。よしでジャンプ、よしこのキノピコを連れていこう。あキノピコ離れたな、離れたけど、あこれはあこっちでいいのかこっちでいいのか、オッケー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 、よし走っていこう。まず一番でしょ、でこのまま走っていく。これはこのままゴールがあるんじゃないか。よしやった。え最近動画のね最初に勝ち多いな。最近動画の最初で勝ちは多いんですが、その後ねボロボロになることがね多いんですよね。今回も僕がレート一番上だから2連勝狙っていきましょう。土管に入ってゴールを目指せって書いてたね。それじゃあ土管に入っていこうか。まず緑の土管に入る。あえ何やってんの俺、え何やってんだ、ちょ大丈夫か。ま土管に入ってゴールを目指せって書いてたから。あこれ怪しくない、ここ。あ待ってここ怪しいんだけど、ここゴールっぽいな、なんか。待ってくれマリオ待ってくれ、俺を投げないでくれよマリオ。よしこのまま多分ゴールがあると思うんですよね。ここ怪しくない？めっちゃ怪しいよね。よしこのまま掘り続けていきましょう。よし投げないでくれよ、投げないでくれ、痛い痛い痛い、マリオ痛いからやめてくれやめて嘘、待って待って、ルイージ邪魔、ルイージルイージ邪魔だぞ、そこは。あー最悪。えしかも何俺ゴール判定なし、これ。あよかった、一応ゴール判定あるんだ、よかった。いや今のはね一人勝ちできると思ったんですけど、みんな来るとはね思わなかったな。いや惜しい、実に惜しいですよね。それじゃあ次の対戦始めていきましょう。今度はマリオが S プラス、結構レート高いなあのマリオ。ブランコクレーンの使い手で、コインを100枚取ってからゴールね。よしそれじゃあコインをしっかり取っていきましょう。でまずこのオンオフをする。オッケーオッケー、あ待って変えないで変えないで、まあとりあえずコインがないとゴールできないのは分かったから、とりあえずこのオンオフしていこっか。で上、オッケーオッケーオッケー、でこのまんま、あ待って待って待って、どうしようどうしよう、あのドアがなんかめっちゃ怪しいから一回戻ってみるか。よしそれじゃあ右にさっきあったドアを目指していきますか。でここでジャンプ、ここ怪しいんだよな、これは何も意味ないな全然意味ないな。よしでジャンプ、オッケーオッケーオッケー、この赤コインは何だろう、赤コインじゃないピンクコインか。で右にジャンプ、でちょっとキノピオがちょっとキノピオから投げられたけど、そしてゴールをねまず確保しておきたいな。どこにあるか、ゴールはどこだ。で上にピンクコインがあるな、まずあそこのピンクコインを取りましょう。これはあ待ってくれ待ってくれクレーン、まあいっか、こっから3段ジャンプでいけないからキノピオやるな待って、俺だけ下にいる。よし上に行こう、オッケーオッケーオッケー。で鍵は手に入れれた、鍵手に入れれたけど、よし鍵手に入れられたのはいいんだよね。でもこのあと、このあとにコインがあるのかな。よしオッケー、でこう土管に入る。危ない危ない、待ってくれ、危ない危ないここはまずい、ここはまずいぞ、慎重に行きましょう。よしオッケー、で上で左でしょう、そして土管に入る。ああってゴールどこ、あーよかったよかったよかった、一応ゴールできた。最後50コインかなんかあったのかな、まだマリオねゴール条件達してなかったもんね。
まあね、今のところ負け2回ですけど、一応ね、2回ともゴールしてるから、レート的にはね、そんな減ってないよね。そしてあのキノピオ可愛いな、アバターめっちゃ可愛いな、シャイニーコインケイブス、ちょっと意味わかんないちょっとね、いつもの通り全然意味わかんないね。それじゃあめっちゃ楽しそうなステージですけど、それでもね、気を抜かず落ち着いていきますか。あ、待って、キノコ欲しいな。オッケーで、最初にゴールした人の勝ちでしょ。これは早く行くか。オッケーで、土管に入るとちょっとラグいな。で、これは左の土管に入ればいいのかな。オッケーオッケー、で左の土管じゃないな、これは右の黄色の土管かな。オッケー、そして赤い土管に入る。これはどうなるんだ。オッケーオッケーオッケー、待ってくれ、この状態か。オッケー、あ、待って待って、これみんな行かないで、俺を置いていかないで。よしで、左マリオやるな。よし、オッケー、でこのまんま左に行く。そして赤い土管に入るか。そろそろゴールがありそうなんだよな。でこれは壁キックね。オッケー、あ、待って、なんで俺壁滑ってんの。でここは走っていこうか、中間ポイントゲット。でファイヤーマリオになったけど、うわ、ファイヤーで行くか。いや、もう無視していこうか、もう無視していった方がいい。あー惜しい、多分この先がゴールだったんだ、きっと。キノピオ、キノピオどうしたキノピオどうした、ゴールできなかったのかな。ほらね、言った通り最初の勝ちだけなんですよねどうしよう、このまま負け続けたら、あと1回はせめて勝ちたいんだよな。全然最近レート上がんないもんね。あのルイージさっきもいたような気がする、確かいたよね。それじゃあルイージ頑張っていきましょう。さっき勝てなかったもんね、お互いにね。多分ね、あのハテナリンクがあると思うんですよね。で待って、俺は叩かないぞ、俺は叩かないぞ俺は叩かない。あー、叩いてしまったな、ルイージ。じゃあこのまま右に行くか。オッケーオッケー、あー、ダメ、これ右に行けないやつだ。よし、それじゃあ俺もリンクになっていくとします。で待って、反対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 で土管に入る。まあリンクのステージだからそんなにね短くはないと思うんですよね。意外とこういうリンクになるところってアドベンチャー的な感じが多いから。あ、待って、叩いて叩いてくれ。よし、オッケー。でで俺も行く。お、うまいな、あのリンク。でジャンプ、マリオうまいぞ。でジャンプ、オッケーオッケーオッケー。で次は何がある、上かな、鍵を取るのかな。この辺で鍵があるって話か、鍵があるのか、この辺で。待ってくれ待ってくれ、危ない。あ、マジかよ。まあいいや、あもうまあいいや、多分ね、あの鍵がね手に入れてから戻ってくると思うんだよね、みんな、あの鍵の場所に。だからそんなに急がなくていいと思うんですけど、鍵がこの辺で隠されてたらいいんだけど。あ、待て待ってくれ。よし、あのリンクを踏んでやろう。あ、なんで俺なんで俺今ツタに捕まったんだろう。よし、このまま走っていこう。もういいもういいもういい、リンクなんかいい、もうリンクなんかいい、先にゴールを目指せーと思ったけど、まずいな、これは爆弾、爆弾、そしてリンクか。よし前のみんなが倒してくれてる、なんかかわいい、かわいいけど俺だけリンクじゃないっていうね。うっそー、待って、ジャンプする場所ミスったな。よし、このまま走っていこう。ジャンプ、オッケー、でジャンプ、いいね。そしてガラ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 いってるね。あ、右ゴールっぽい、右ゴールっぽい、なんかゴールっぽいな。よし、俺もゴールしよう。オッケー、間に合ったー、でも負けたー。
いやほんとみんな強いですよね。てかこの4800台のレートの人ともう6000超えとかもう5800とかもうそういう S プラスの人と当てるのやめてほしい。だって強いもん。いや右ぐらいの5000ちょっとぐらいの S プラスだったらまだ話はねわかるんですけど、6000超えの S プラスの人とね4800とか、まあ、僕ぐらいのレートの人を当てるのはねちょっとどうかと思うんですよね。任天堂さんその辺ねちょっとどうかしてくんない？よし、これは 3D か。上から行った方が正解だったか。マリオ、バカめマリオ、お前も死んでやがったな。よし、それじゃこのキノコを取っていきます。でジャンプで、俺はマリオにね絶対仕返しをしてやろうか。もう絶対俺はマリオに、あ、危ない、マリオに仕返しをしたいんですよね。投げられた仕返しをね。まあ一時まだマリオ後ろにいるから仕返し、あ、嘘、うわ全然見えなかった。クリボー、キノコ取っていきたいけど、どうしようどうしよう。あの時計メット邪魔だぞ。オッケー、そしてジャンプ、オッケーオッケー、落ち着いていこう。嘘。長い、パックン長い。あー、条件達成した。マジかよ。あ、条件達成しただけか、まだゴールしてないんだ。よかったよかったよかった。でもゴール近いでしょきっと。よし、俺も追いかけよう。オッケーオッケー、なんかある、ここに条件がある、待ってくれ。よし、条件あるから取っていこう。オッケー、来た。よし、このまま逃げよう。幸いね猫まりだしね。よし、オッケー、でジャンプ、オッケーオッケーオッケー。嘘、待って待って、あ、待って、このキノピコがある前、キノピコが危ない。よし、くらえ、あ、待ってくれ待ってくれ、あー、ちょっと待って待って待って、キノピコ待ってくれ。あー、よし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 、あ、ちょっと危ない、危ない。オッケー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 、でジャンプで、このままジャンプ、オッケーで、このまま行く、行け行け、やったやった、危ねえ、危ない、勝った、絶対負けたと思った。今最後まで諦めたらダメだね。やっぱり今のバトルで分かった通り、やっぱりね最後まで諦めたらダメですよね。バトルこんな勝ち方もあるから、バトルは最後まで諦めたらダメですよ。それじゃあ次でラストバトルにしたいと思います。よし、それじゃあね慎重に落ち着いていきましょう。落ち着いて急いでいきましょうか。でジャンプ、よし、このまま右に行く。2番手でテレサがいるけど無視していこう。無視していって、あんまりジャンプすると危ないからな、誰も持たないでくれよ。よし、オッケー、一人脱落。キノピオ、嘘、マジかよマジかよ。あー、嘘、これは下から行った方がもしかしたらいけじゃない、下から行った方がいいんじゃないのか。え、上が正解か。待ってくれ、キノピコ、よしよし、オッケー、抜いてみせる、キノピコを抜いてみせる。よし、オッケー、これで結構差が離れたでしょ。でこっち頼むから、ゴールあってくれ。やった、いけるかこれ。よし、やった。あ、ごめん、みんな待ってなくてごめん。あ、勝ちに集中して忘れてたわ。はい、それじゃあね今日のみんなでバトルは久しぶりにねレートを上げることができました。4856か、レートはね一応40近く上がったね。それじゃあこれで今日のみんなでバトルは終わりますが、最近花粉がねめっちゃ激しいから、新型コロナ以外でもマスクをちゃんと着用して花粉症対策とってくださいね。それじゃあまたね。